YouTube ご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。はい。今日はもうスペシャルゲストということで、はい、お呼びしてるんですが、はい、実はですね、通常のこっちが CD とかなんかを使って流す音楽に関しては著作権法の関係で、聞こえないことになってます。音声だけですのでご注意ください。ただ生の音楽は聞こえますので、はい、ぜひ楽しみにということで、まもなく、スタートになりますのでお願いします。あ、10秒あった、ごめんなさい。あ、この番号と違う。じゃあこれで読んでいくと、これ時報が入りますよとか、そういうので。片方しか聞こえない。あ、そうそうそう、接触だ。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日は4月の21日の金曜日、再放送は4月の22日の土曜日の15時ということで、まずは気になる週末のお天気、三山さんお願いします。はい、まず本日のお天気なんですが、晴れのち曇り、降水確率が 30%、 日中の最高気温が27度となっております。はい、はい、そして、明日のお天気ですね。明日は雨、降水確率は 60% から 70%、 日中の最高気温は22度、最低気温は20度となっております。はい、あ、明日の方が涼しいのね。そうですね、はいはい、そして、日曜日23日のお天気ですね、はい、晴れ時々曇り、降水確率が 20% の、日中の最高気温は24度、最低気温は18度となっております。はい、沖縄県の、ね、週間天気の方も読ませていただきますと、21日から27日ということで、向こう1週間はね、これ、あ、ちょっとなんか最近老眼が入ってて声で読めない、はい、前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多いでしょう。なお先島諸島では22日は北の風が強まり荒れた天気となりますと。最高気温最低気温はともに、期間の前半は平年よりも低くって、でも今日は暑いですよね。暑いです、はい、後半は平年並みの見込みです。降水量は、沖縄本島地方は平年並みですが、その他の地方では、平年よりも多いでしょうということなんですが、はい、ちなみにですね、昨日 NHKは一応見てるんですけど、受信料払ってますから、うん、一応、沖縄本島には11のダムがあるんですけれども、なんと、貯水率が今 47.9% ということで、過去11年間で2番目にですね、低いそうです。で、沖縄の場合早いとゴールデンウィーク前にあれですよね、梅雨になっちゃうんですよ、早い時は。だけど意外とそういう時って あんまり降らないで梅雨が明けちゃうこともあったりなんかして、そうですよね、空梅雨でみたいなことも結構あるんで、ちょっと今の時期湿っとかないとっていうことで、お水の方がね、やっぱり潤してもらわないと野菜が、ね、育たなくて、お野菜がね、島野菜が高くなっちゃうみたいな形になりますのでね、ちょっと心配です、そういう面では。たまには湿ってもいいでしょうっていうことなんですが、今週は降ってほしくないなって感じですね。はい、はい、さて、私の方なんですが、先週は、年も考えずに19名のお客様と一緒にですね、北陸行かせていただきました。三山さん、番組のフォローありがとうございました。ありがとうございました。私ですね、3月に金沢で研修行ったんですけども、それ以来だったんで、別に金沢は良かったんですが、大丈夫ですか？大丈夫、はい、実は、はい、私ですの、これなんか行ったことあるなって昔何か所か寄ったんですが、なんと、これ35年ぶりかな、僕が、大学を卒業して旅行会社に入ったんですよ、はい、でその旅行会社に入って嫌だなと思いながらもお客様の天井でお連れしたのが金沢だったんです。でその時にもう新入社員だけど、まあ、能登半島一周したり福井県行ったりって、今回なんか知ってるとこ多いなと思ったら、そういう知識があったんですね。で私がそれでね、こっからつながるんですけど、なんとその私が卒業して最初に入った旅行会社はサミツアーって会社でして、そこに実は私の憧れの女子の先輩がいたんです。 A 子さんっていうんですけど、フルネーム言っちゃいけないですけども、その A 子っていう先輩がいて、はい、その先輩憧れてて僕大好きで、はい、入社した時、まあ、新入社員だったんですが、もう大好きで大好きでしょうがなくて、いつも靴行ったんですけど、それであれなんですよ、ね、社員名簿みたいにちっちゃい顔があったんですよ。でこれ大好きだからやばい、等身大にしようって会社のコピー使ってどん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 大きくしちゃってなんかただの変態じゃないですか。そうなんです。でこれで上司からしましこかされたんですけど新入社員なのにそういう経費で無駄にしたっていうことで、でその憧れてた A 子先輩のお友達がなんと今日のゲスト、大城美穂さんっていうことなんです。すごいでしょ、はい、ね、このつながり、すごい、そうですよね、はい、合ってますよね、はい、
ちょっと残念ながら他の方とご結婚されちゃったんですよ。私も先輩といい男なんですよ。島の男でちょっと生意気なんですけど、本当にいい男です。信頼できる先輩でございます。その先輩とご結婚されて今も平和に暮らしていらっしゃるということで、その中で今日のゲストの、ね、大城美穂さんと、はい、もうお友達、どういう関係のお友達なんですか。まあ、飲み友達でしょうか。飲み友達、おとなしく言ってますけどさっきと全然喋り方違うんですけどね。一応後でまたゲストさんとご紹介しますけども、はい、よろしくお願いします。ちょっと後でもう一回説明しますね、ごめんなさい。それで、あれなんですよ、私それで、もうその後もですね、結局次の日も帰ってきて、次の日にまた伊江島の行ったりなんかして、実はそれで熱を出してしまいまして、会社僕休んだでしょ火曜日。あ、いなかったです、小室さん。そう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 、一日中熱が下がらなかった。薬、もう月曜日の日とかもう、おかしくなって途中から抜けて、それですぐ病院行ったんですが、それからずっとっていうか、もう年なのに。でもね、なんと体重が130キロだったのが今126キロ。すごい、やっぱり馬体重と一緒ですね。体がでかいと4キロぐらい減るんですけどね。はい、一応それで昨日血液検査行って、はい、病院に行った時に、前より良くなってるって先生に褒められました。はい、まあ、お酒もやめたんですけどね、きついから。それも影響してっていうことなんで、このままでも酒飲まなくてもやってきます、はい、と思いました。でもなんか今日でもなんか美穂さんの話、なんかあと今日の柴田さんもゲストなんですけど、このお二人見てるとなんかお酒の話も好きそうな感じ。怪しいですよ。怪しいです。やばい。今日は4人とも、あ、ダメだ。こっちも酒大好きなんですよ。もうみんな酒大好きなメンバーでございますが、一応とにかく糖尿だったんですけど、検査したら一つ前の段階に戻ったことをお医者さんに褒められましたんで、注射は打たなくていいってことだったんで、なんとかということで、これが嬉しいことです。自分のことばっかりで申し訳ございません。沖縄一遊14、今度15年目かな。株式会社青葉沖縄島内地青森こと小村慎一郎と。はい、個性派女優になりたいと思っております。ゴールデンウィークも、ライカムでイベントやってますし、私は、ショーをやってます。実はビールダイエット中ではありませんが、ビールを飲みまくっております宮川がお送りいたします。はい、お聞き苦しい点、あると思いますけれども、ダイヤルを回さずに55分間最後までお付き合いください。お願いします。はい、では今日のですね、野菜屋さんアンテナの番組内容なんですが、今週の気になる記事、今日は何の日はちょっと早めに進めていきます。あと宮川のね、はい、沖縄のイベントコーナーということで、これも早めに進めていきます、はい、そして、なんと沖縄ガイドブックやさプレゼンツ、今週のゲストコーナーということで、ちょっと説明してください。はい、今週のゲストはプロギタリストなら誰でも知っているクラシックギター界の実力者、柴田杏里さんと円熟のソプラノオムリンさんの憧れの英子さんのお友達でFacebook フレンド大城美穂さんです。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。柴田さん、いい声お持ちなのに、よろしくお願いします。喋ってください、ね、大丈夫ですか。まあ、ギターは当然聞きたいんですけども、何曲かは後でご披露いただけるんでしょうかね。はい、楽しみです。はい、楽しみにしておりますので、よろしくお願いします。もう美穂さんは一緒にもうパーソナリティやってるような気分で一緒にね、 あ、はい、あとフォローしてくださいね。はい、僕は失礼なこと言ったらお怒りになったらやばいよって目を送ってください。わからないでそのまま喋り続けた、あいつ失礼なやつだって言われたらまたそれも困るんで、よろしくお願いしたいと思います。本当にね、友情出演していただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます、ね、うまくやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、本日も茶谷町くわえは茶谷二来センター内 FM 二来本スタジオから公開生放送でお送りいたします。はい、はい、オープニングでですね、フリーペーパー沖縄ガイドブックやさって言ってましたが、あまり沖縄在住の方知られていないと思いますが、実はこのフリーペーパー沖縄観光の 70% を占めますレンタカーを使うお客様遭遇率ナンバーワンのフリーペーパーなんですね。グルメ、マリン、体験物など観光のお客様に必要な情報が満載されております。これ今出てるのがやさ46号ってやつなんですが、これ出たばっかりなんですけども、この番組の前11時から茶谷ファッションナビのパーソナリティきわこちゃんっていうのが表紙になってますね、今回はね。はい、今回ですね、この中にあります、やさ46号掲載の茶谷町の美浜、アメリカンビレッジデポアイランドシーサイドビル3階、4月の20日にですね、カリフキッチンさん、はい、オープンしたんです。おー、ね、本当におしゃれなところで、3階なんですけれども、やっぱり3階だからロケーションがいいんですよ。海が本当に見えて、ゆっくりテラスもあったりなんかして、うん、それで あれですね、沖縄初上陸の韓国で大人気のふわふわなミルクかき氷や大きめのトルティーヤとかで、そんなの、あと具材をたっぷり、
野菜を乗せて一皿の料理についてアレンジされた、これえブリトーフリトーなんとかいつも分かんない、ブリトーブリトーブリトーなのね、はい、が一押しということで、ぜひともちょっと私ねちょっと体上はあまり行ったらやばいかなと思いますけども、ね、ぜひとも僕はコーヒーで我慢したいと思います、はい、ぜひともお寄りください。はい、ではこの沖縄ガイドブック屋さんの設置場所宮間さんがご案内します。はい、はい、急ぎで、はい、急ぎで分かりました。茶谷町ですとビーチタワーホテル、ベッセルホテル、ヒルトンホテル、テラスガーデンホテル、ホテルモンパ、ホテルハンビーリゾート、ホテルアメリカン、宜野湾市ではラグナガーデンホテル、ホテルフェストーネ、ホテルムーンオーシャン、またスタジオすぐ近くカーニバルパーク1階、ドラゴンパレス1階で受け取れます。噛んだね。はい、はい、こちらは美浜のサテライトスタジオすぐ近くですね、はい、はい、そして那覇空港ではコンベンションビューローカウンター、旅行総合案内所、 LCC ターミナル売店専用スタンド、那覇市内ではユイレール各駅、レンタカー営業所30カ所、60ホテル、沖縄本島全域のホテル、道の駅などで手に入れられます。はい、とにかくね地図がね見やすいと評判のこの、はい、沖縄ガイドブック朝の46号、ぜひね今後あの美穂さんも柴さんも応援してくださいね。今度あの映ったら今度入れときますから、著作権、あ、肖像権は大丈夫ですか。はい、こうやってゲストで来ていただいたのとかも中にちょこちょこって載せてますんで、よろしくお願いします。はい、あとじゃあ、この番組ね、はい、メール来てほしいですよ ね、 そうですね、はい、メールアドレスの方お願いします。はい、この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは fm-nirai.jp までよろしくお願いいたします。はい、皆様からのですねリクエストね、あと、お待ちしておりますので、はい、ぜひともですねどしどしメールください。はい、よろしくお願いいたします。はい、沖縄観光情報番組オムリンとミヤマーのやさやさんテーマ、この番組は茶炭首里で沖縄の海を体感、沖縄素材を活用したアクアリウムエステ U&Me でおなじみ AS ファクトリー、 ABC レンタカー、 ABC 空港パーキング、ABC 旅行センター、日本そばダイニング、上昇釜、ワンコイン居酒屋、バル牧師2丁目でおなじみ株式会社 ABC サービスのご協賛ありがとうございま す、 いますフリーペーパー沖縄ガイドブック屋さんを発行しております株式会社青葉沖縄の提供でお送りいたします。それではここで CM です。すいません、素晴らしい、入っていってください。一緒に喋りましょう。そうですか、今までも、はい、ちょっとここはね、あのかタタタタっていかないといけないパターンだった、うん、ここからのんびりやります。はい、はい、すみません、ヘッドホンが多分サイドにあると思うんで、あ、ありますか、もしヘッドホンすると何か、あ、あの音がかぶせて今どんな感じで聞けてるかが自分の声も聞くことができます。でも苦手なんで、あ、いいです、全然大丈夫です。はい、それではここでですね、今週の気になる記事ということでいくつかピックアップさせていただこうと思います。はいはい、その前にですね、今日今朝の新聞ちょっとね、これ抜いたんですけれども、今朝の新聞、琉球新報っていうのがあるんですが、ゲストのお二方、あの沖縄には朝日新聞とか読売新聞がないんですよ。毎日新聞もない、産経新聞もなくて、琉球新報と沖縄タイムスっていう新聞だけなんで、ちょっと私ももうそれに染まっちゃってるんで、あの全然また内地と感覚が違うんですけども、ジャイアンツ頑張れとかあまり書いてないんですけど、沖縄の場合でも那覇は応援してますよ皆さん、あのキャンプの、ね、場所によって違うんですけどもね。はい、それで、なんか今年あれ一面のページがないな、それ俺それ持ってきたぞ、そうこちら必要だったのが、今日の一面に載ってました。4月21日、海外客が初の200万人を突破しましたよということで、16年度の沖縄観光に入域された方ということで、一応ねこれ数字宮間、今後ビジネスとかいろんなのに聞かれたら答えられなきゃいけないのは、16年度観光客は876万人ですよ、はい、それと、海外の方は200万人って、今まで200を超えてなかったけどっていう形、これだけは覚えておいてください。どんどん外国の方、やっぱりあの全部あの中国にしても韓国にしても台湾にしてもちょうどど真ん中じゃないですか、で行きやすいしということで、
で今なんで韓国風が増えてるかって、今全国的に増えてますよね。どうしてかというと、今まで韓国の人中国にも遊び行ってたんですが、中国と韓国最近あまり仲良くないんで、お互いになんか排斥運動とかやってるから、それで結局今まで中国行ってた人はじゃあやっぱり沖縄がいいなと、距離的にも値段的にもとかに、で日本の中でも沖縄を選ばれてるということで、チョコビも相当飛んでるというような状態でございます。はい、いいですかこれで、ね、はい、はい、それは今日選んだやつで、あとあれかな、あ、でもこれはいいな、はい、なんか修学旅行が、お子さん、僕はすいません独身なんであれなんですけども、修学旅行ってありますよね、はい、で子供の分って結構普通のツアー代金より高いらしいですね。ほー、払ったことないですか。気にしたことがなかったので、ごめんなさい。あ、いい生活そうですか。いや、そうじゃなくて、あのなんか、あの普段ですね、うん、結局ツアーで行くと沖縄とか一番安いんだったら3万9800円からあるじゃないですか、東京から。で、あと LCC 使ったらもっと安く来れるじゃないですか、うんうんうん、だけど修学旅行っていうのは実は、あの旅行業のからくりで言う と、割引が3割までしか 70% なんです。でも定価の70だから、もともと片道4万円しますでしょ。それであと着いてからのバスも、今回内地であれじゃないですか、事故がたくさん起きたから、もう値段下げちゃいけないってことになったんですよ、あの国土交通省から言われて。それを足すと沖縄の修学旅行も高い。それで、あの沖縄に行くのに修学旅行のトータルが当然高くなるんですけども、そうすると高校ごとでいくらまでの予算っていうので沖縄まで届かないんですって。だから沖縄にも来なくなっちゃうし、あとこの親御さんの負担がでかくて行けない。あ、沖縄発の子もそうなんですよ、行けないからおばあちゃんの年金から、この文章書いてあったのはおばあちゃんの年金から修学旅行のお金を全部貯めるとか、そんな状態で、だから安いツアー、まあ JTB さんに怒られちゃいますけど、あのこういうのこそ安くね、だって強制で学校で行くのに一人だけ行けなかったらかわいそうじゃないですか、ね、そういえば娘3人いるのでみんな京都に行ったことを思い出しました。そうですよね、はい、沖縄行けたらいいですね。そうだけど予算的に厳しいですよ、ね、でもね、予算的には京都に、東京からだったら京都に行く予算ぐらいで十分沖縄も行けるんですよ。修学旅行は特別高い、普通のツアーよりも。もうちょっとね、そういうところに協力してもらった方がいいなっていう感じ。あとバスもね、沖縄だけ安くしていいよとか、そんなのがあったら僕はいいなと思います、ね、こうやって長く喋ってると後ろの時間なくなっちゃいますからね。はい、はい、あとじゃあ全然関係ないです、今度安いって話しますね。実はピーチ乗ったことありますか。1回だけあったかもしれません。はい、沖縄の場合がまずいんですよ。あの貨物の LCC ターミナルっていうところからの発着なんで、乗り換えが1回多いんですけども、それでも沖縄線も結構、沖縄はあのピーチの2番目の拠点と言われているところであちこち飛んでるんですけども、実は、バーゲンが始まっておりまして、21日の0時から23日、はい、日曜日かな、23時59分までということで、5月1日から8月31日までの間なんですが、まず沖縄路線の料金ですね、このラジオ聞いてるの沖縄の方が多いんで、大阪までが3490円から、ね、で石垣が3990円で、福岡が2490円ですね。で沖縄から国際線もたくさん出てるんですけども、ピーチソウルが3490円で、台北が2990円で、驚いたのが今バンコクにも行ってるんですけども、あのバンコクのスワンナプーム空港かな、なんかちょっと口が回ってないんですけど、これも今まで9990円だったら今回5590円からってことで、安い半分だ、はい、これも沖縄から、沖縄ってあちこち近いんですよ、距離が、うんうん、ちょうどど真ん中で、うん、キーストーンって言うんですけどね、だから一応あちこち行くには、夏休みもでしょ。そうです、夏休み、ただあのみんなが行かない期間は安いです。みんなが行く期間は LCC は高いです。逆に、例えばこの東京線だけで言うと、スカイマークの方が安い日が随分あります。スカイマークが今得っていうのがあって、これが、一番安い時だと東京線だと1万1000円とか1万2000円とか、安い時9000円ぐらいからあると思うんですけども、だけどその時にやっぱり、ね、ピーチはその時はもうちょっとして、ピーチも高い時3万いくらとかあります、成田なのにとかいうのもあるんで、よくこれは調べてくださいっていうことです。はい、はい、まだまだあるけど、こっちも10個くらいあるんだけど、そろそろやめときますかね。あとは、いくつかあるんですが、初めて海外に行って、まあ、これはいいな、あと水上バスもいいかな、これもいいね、ちょっといろいろネタあったんで、来週またいくつか流そうと思います、はい、あとね1個ね、観光庁っていうのが作った広域観光周遊ルートっていうのが11
種類あるんですけど、今まで、はい、追加されて沖縄がようやく入りましたよということなんで、またそれは詳しいことまたね、紹介しようと思ってます。はい、あとはどれを入れようかな。うん、じゃあ今度地方の話題ということで、なんと、あち高校っていうのは暑い暑いっていうこと、島豆腐が、はい、島豆腐って知ってます？これが正念場ということで、沖縄のですね、これですね、実は日本復帰に伴うですね、食品衛生法適用の例外になってたんですって。結局日本の中の豆腐っていうのは冷たい水の中にこうやって入れて、こう豆腐屋さんとかでよく出して買いに行ったじゃないですか昔。であれも今減ってパック豆腐になってますよね。でこれ沖縄今でもスーパーであったかいのにそのままバンと置いてあるんですよ。これが食品衛生上厳しいということで、で今度オリンピックに向けて国際基準の、認証取得を得た食品事業者に段階的に義務付けやってるから、その中でこの島豆腐が生き残れないんじゃないかと。そのパックはいいんですよ、その熱いまま食べられるっていうのが、今でもスーパー行くとありますから、ぜひスーパーで買ってみてください。熱いままこうやって袋に入れて、熱い。美味しいですよ。そうそうそう、美味しいですよね。僕も沖縄来てすごく良かったと思うのが、これがね、多分オリンピックぐらいにはダメになるなっていう。もったいない。はい。あと売れ行きもね、なんかちょっとみんなパックにしちゃってるっていうのが多いみたいなんで、皆さんもっと逆に今食べてあげれば、これだけね、沖縄の文化ですから、ぜひお願いしたいなという部分ですね。はい。あと JTA の方が14日から、ですね、奄美徳之島、沖縄東北部および西表島、世界自然遺産の登録を後押しということで、キャビンアテンダントの塩崎彩香さんという方がデザインしたヤンバルクイナを、ウィングレットにつけた、一応飛行機を飛ばしてますよということなんで、今度空港行ったらぜひ見てください。はい。あとは今大宜味村で、送られるかという花ですね、紫色のアイリスって花ですか、なんかそれに、似てるんですが、今今週まで見頃ということで、家族連れと恋人たちが訪れて寂しいですね。僕はあなたにも幸せでしょう。いやいやいや、そうなんです。一人もの言っちゃいけないみたいに書いてありますけど、一応ね、新聞に書いてありました。今にぎわっております。はい。あと読谷村に、新しく、富山漁港の水産物展示施設ということで、なんかね、あるんですよね、新しいのできたんですよね、読谷村にね、これがありますよということです。あと沖縄市のコーヒーと、あとうるま市のうるま農場が体験型の農園をオープンしましたよとか、そう、そう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 、あと伊良部島、宮の花酒造所というと、国産米で泡盛のクースバニラの香りの通り池っていうですね、あ、美味しそう、これすごく美味しいのが出たということなんで、はい、気になる。バニラの匂いが結構強いということなんで、伊良部島、宮古島お好きなんですか？はい。はい、伊良部島も行ったことあります。はいはい、そう、あそこのなんか飲みたいですよね。通り池って知ってます？わかります。はい。だからあそこの名前取ってるから、ぜひともね、新しく出たばっかりということなんで、探してうまくゲットしてください。日本米で。はい。そうです。日本米ということなんで。ね、普通はタイ米ですよね、はい、これ日本米で作ったっていうこと、ちょっと味が違うということです。はい。じゃあこのぐらい、あ、もうやばい、喋りすぎですね。はい。ということで、曲はもう入れないで、はい、イベントコーナー行きましょうね。はい、ね、はい、じゃあここでイベントコーナー行きましょう。すぐですか？あ、はい、あ、困る？そうなんないですけど、はい、あ、じゃあ川口京子さん、桜、じゃあちょっとだけ入れましょう。はい、はい、ワンフレーズ。はい、ごめんなさい、喋るし、うん、普段はゲストさんが喋れないと読むと、今度伸ばさなきゃいけないんで、10とか20ネタを用意しとかなきゃいけない。でゲストさんが来ない日があったらずっと喋ってなきゃいけない。いやいやいや、全然ダメです。でも沖縄のこと考えてるんです、いつも。うんうん、はい、たまには来てくださいね。はい、来てるんですよ。はい、今度寄ってくださいね。あ、そうですね、実家の 近くですよね、ご主人だからね。はい、すぐですね、近いですね。はい。で次に、今日は何の日やんなかったけど、今日はやらないで、あとイベントやって、はい、うん、一回境目で CM 入れてみたいな感じで、イベントはみんなちょっと楽しみにして聞いてる方が多いんで、メールは来てないですよね、この勢いで。先にこの勢いで喋っちゃったら多分みんなくれないでしょ、雰囲気的に。じゃあ、哲さんから来てるんで、それだけ、はい、ご案内しますね。これが読みたいくと僕態度変わるんです。喋れなくなるんです。まるで私みたい。いや、そんなこと、そんなことない。あ、これも全部でやばい。ラジオで聞こえちゃってるんですよね。ダメですよ、確かに。うん、音楽流してる最中、これで聞こえちゃう。緊張度高まるんです。
ここはなんでそうなっちゃうんですか。こっちの方が気が許せるとか。っていうかはい、このディレクターの方が私信頼を置いてこのね、はい、喋りが滑らかになる。そうなんです。彼女いない時は暗いんです。そんなことないと思う。はい、英子先輩みたいに僕の憧れの。なるほど。はい。はい、もう曲落としていいです。はい、もう時間ないです。どんどんやっていかないと。はい。沖縄ガイドブックヤサプレゼンツ、ミヤマーが選んだ今週のイベントコーナー。サンピッチャー飲んでください。はい、はい、ということで、それではご案内していきたいと思います。その前にメールが届いておりますのでご案内しますね、はい、結構早くに届けてくださったみたいなんですが、ありがとうございます。はい、オムニーさん、ミヤマーさん、はい、ゲストの皆さん、こんにちは。こんにちは。今日は沖縄国際映画祭の会場で朝から仕事のためメールしてます。お、そうなんだ。はい、後ほど動画で見ますね。今日もラジオ千葉リオ、ラジオネームテーツ師匠さんからです。いつもここまで来てくれるんですけど、国際映画祭今日からだ。そうです、そうです、今日から。レッドカーペットも今日。じゃあレッドカーペットは日曜日ですね。日曜日か、はい、国際通りだから、あそこら辺もし時間あったらみたいな感じですね、はい、イベントの方でもご案内していきますね、はい、国際映画祭。はい、わかりました。はい、はい、まず、先に、米軍基地内でのお祭りが、大きいお祭りがあるみたいです、はい、キャンプフォースターフェスティバルとホワイトビーチフェスティバル2017。キャンプフォースターフェスティバルは、4月22日23日の土日行われます。はい、はい、こちらは13時から22時土曜日ですね。日曜日が12時から21時までイベント行われておりますので、ぜひぜひご参加ください。キャンプフォースターって言ったら、ご実家っていうかご親戚とすぐそばですね。あの茶壇のところですよね、うん、はい、フォースターとどこって、とあと、ホワイトビーチですね。ホワイトビーチはあれだ、はい、うるま市かな。はい、この2箇所でお祭りってことね、うん、この時普段基地入れないんですけど、一応免許証持ってたりなんかしてて、はい、あと危なかしい油みたいなの持ってたらダメですけど、それ以外だったらそのままパーッと入れます、はい、それでいろんなアメリカのもの食べられたり、屋台もアメリカンっぽいんです。なんか、うんうん、僕には今ちょっとやばいですね、あれはい、週末キャンプフォスターとホワイトビーチ、ね、なんか子供が喜ぶ乗り物たくさんあるみたいよ、うん、あ、なんか安くでアメリカンっぽいやつ遊べたりできますよね。ゲームもできたりして、はい、そうですね、はいはい、続きまして、はい、先ほども話題に出ました、島全部で大きな祭り、第9回沖縄国際映画祭。映画だけじゃない、さまざまなエンターテインメントの祭り、映画、お笑い、音楽、ファッションなど、どの世代も楽しめます。レッドカーペットもイベント圏内で開催します、はい、2017年4月20日木、あ、昨日から開催してるんですね。昨日からですね。すいません、失礼しました、はい、そして23日日曜日まで、開催地は波の上海空公園、またその他にもたくさんありますよね、あちこちで散ってますよ。あちらでギノワントロピカルビーチだったり、はいはい、ライカムでも、はい、4モールライカムでもあります、はい、はい、ということなので、はい、そして、中城城跡でも吉本お笑いフェスティバルがございます。はい、はい、で、こちら波の上海空公園におきましては、スタンプラリーなども行っているっていうことですね。はい、はい、そしてちょっと話が飛ぶんですけど、 JA 沖縄糸満市でうまんちゅ祭りがございます。あ、今週そうなんだ、はいはい、22日土曜日と23日日曜日ですね。これ糸満ね、はい、糸満で行われます。あとあれ、中高蔵の春祭りも今週じゃないかな。あ、はい、そうですね、はい、私どものクライアントさんの、一応中高酒造さんっていうところがちょうど高速乗るところにあるんですけども、そこに中高蔵ってのがあって、そこでいつも試食とか一番美味しい酒無料で飲まさせてくれます。で今無料であれ飲まさせてくれます、なんか、ゴーヤで割ったゴーヤで、泡盛りを割ったっていうカクテルみたいなのも、ね、はい、それも飲ませてくれたり、なんかもう行ったらお得みたいな感じです。ぜひここの泡盛りも美味しいですから飲んでくださいね。はい、こちら、はい、中高酒造の春祭りですね。はい、それが行われてますので、はい、行われております。だから糸満に行ってそっちに行くっていうのもいいと思いますよ。はい、組み合わせね。22日、23日、2日間ですね、はい、カラオケボックス大賞もあるみたいなのでちょっとどうもご興味あればちょっとレベルが違うんですけど一応みんな庶民の方でも一生懸命そのために1年間練習してみんなの前のステージで行って、それで1位になると、全国大会で出られるっていうのがあるんですね。これが一つですね、はいはい、あと茶壇でもあるでしょ。茶壇
なんかコスプレ大会みたいなのあるでしょ。あ、そうなんですよ。参加費無料でコスプレで街歩こうみたいなのが茶壇の方でありますね。今週ですよ、それ。今週なんですよ。そう。そう、もういっぱいでわからないでしょ。大丈夫。イベントがいっぱいありすぎてですね、いろいろと。ちょっとあと浅間サンサンビーチで海開きフェスティバルも、土曜日にございます、はい、なんかいろいろマリンの、ね、乗り物が無料になったり半額になったりするから、うん、これもぜひ行っていただきたいと思いますね、はい、あと家島ゆり祭りも、はい、後で言いますけども、あ、これ言わないと怒られちゃう、うちの会社ですいません、29日にですねバスを出発させます。朝ですね、雲地の方からずっと回って出て、最初、ゆり祭りに普通直接行くんですけど、いちご狩り行きます。木の田 でいちご狩り行った後と、あれですね、名護で、バイキングを食べて、それで、家島に一応2時間滞在みたいな、寄ってすぐ現地に行って帰ってくるみたいなツアーなんですけども、大人が8,980円、それで子供が6,980円というような形で、月曜日の琉球新報にも載りますので、ぜひともこちらの方お越しください。席埋まらないと僕の席になっちゃうんで、皆さんこちらの方もよろしくお願いします。はい、あとは沖縄市の新鮮な農産物が祭り特価で販売、ヤギ汁、牛人も販売あるよ、 JA 三郷支店の農協祭りも今週末22日23日ございます、はい、もう時間ですね。やばいですね、これだけ最後にジャパンビアフェスティバル沖縄2017、なんでビールを最後に残しておくんだよ。自分の好きなんだったら先にそれ読めない。23日土日ビールダイエットっていいんだってよ。でもこちら いろんなビールが飲めるんですよね、はい、はい、こちらもございますので、はい、もしよかったら、はい、ということで、はい、じゃあ一応、イベントコーナーたくさんありますけれども、一応今日はここまでということで、ね、はい、コスプレ楽しみにしてください、はいはい、それではここで CM1 回入れましょう、はい、すごいイベントだらけなんですね。 CM 祭なんですね。あれは ABC のコマーシャルは ABC? 美味しい上昇、あ、あ、続いてるこれね、はい、あ、よかったよかった、ね、そうだそうだ、うん、そう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 、グループなんで仲間なのに上昇株が乗ってたからやばいなと思って、今なんでまたエースファクトリーってなっちゃった。なんかね、あれですよ、だからあのすぐそこのエステなんですけど、あのクチャって言いまして、うん、沖縄のあの泥を使ってっていうのとか、そんなのやってるとこがあって、そこが番組のバックついてもらってるんですけど、なんかすごいあの水槽があって熱帯魚がたくさん泳いでるところでこうパックするっていう。行ったんですか、お兄さん。うん、男性ダメって言われました。あと体格的にきついって言われました。あ、なんかたくさん乗らなきゃいけないから。それはそうかもしれないそういう話じゃないんですけど、はい、はい、沖縄ガイドブックやさプレゼンツ、今週のゲストコーナーということで、大変お待たせいたしました。ちょっと喋りすぎちゃってごめんなさいね。でもないです、みんな僕は悪いんです、分かってるんですもうあの時間にこの記事は読めない、ごめんなさい本当に申し訳ございません。はい、じゃあゲストさん紹介してください。はい、改めまして、クラシックギター界の、実力者柴田杏里さんと新宿のソプラノ大城美穂さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こんにちは。すいません、あの杏里さん、僕昨日、まあ、昨日ってその前も見てましたけど、いろいろ見たんですけど、もともとあのスペインとかどっかで、はい、勉強したりもずっとしてるんですよね。マドリードってスペインでしたっけ。そうですよ ね、間違えたらバカって言われちゃう、やばいなと思ってもう世界的にじゃあもう動いていらっしゃるみたいな感じですか。それでそうですね、はい、最近は年なのでおとなしくしております。ああ、はい、じゃあそう、でももうクラシックギターっていうとやっぱり同じギターでもジャンルがあるんですか。そうです。それはエレキギター違うの分かるんですけども、もっと細かく分かれてるんですか。そうですね、まあ、クラシックギターっていうとやっぱり、まあ、言葉の通りで一番あれだったのは昔の演歌はものすごくこのクラシックギターって使われてたんですけれども、あの昔よくあの流しがあったじゃないですか。そうですね、このメロディーっていうのが大体、はい、あれがクラシックギターだと思っていただくと、あれがクラシックなんですか。あ、だからじゃあ持ってるギターっていうのはあの演歌あの流しのおじさんたちが持ってるのをやっぱりクラシックギター使ってナイロン弦なんです。はい、はい、で指で弾く、はい、普通はスチール弦でピックで弾くっていう。あ、それがそこの差なんですか。はい、一番大きな勉強になりますね。はい、
私1回だけやったことあったんですが、ドナドナしか弾けなかったんですけどもあれが多分クラシックギターですね。ちょっと指が追いつかなくて、その頃からちょっとすぐ諦めちゃったんですけども、はあ、あれがなんですか。でずっとその分野でもう一応もう有名っていうか、業界の方はもう知らない人がいないって言われてる。僕見たらもうずら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 ってググってみたらたくさん出てきたんですけど、それで業界が狭いという。ああそんなことないですけど、力がもう認知されていない感じですね。ああ一言でクラシックギターって分かる方は、まあ、やっぱりやってらっしゃる方ぐらいじゃないかと思います。だからやってる方っていうか、もう知ってる人、その業界の中ではもうだって頂点って聞いたんですけど、そんなことはないですけど、もう本当に狭い業界で。ああそうなんですか、うん、それで柴田さんはあれですか、沖縄は初めてですか、何回か。もう私は沖縄フリークと言ってもいいと思います。おあ、じゃあ僕はやたら生意気なこと言っちゃいけないですね、はい、私は興味があるのは海だけなので、はい、あまりその文化とかの詳しいことは分かりませんけれども、とにかく海が好きで、あ年3回は確実に。あすごいですね。その時にでもギター持ってくんですよね。ですから1回は先島諸島行くんですね。春先は台風のリスクが少ないから先島行って、はい、で夏休み前に大体本島に来て、はい、でこちらにもあのギターラウンジとかいろいろライブやらせてくれるお店があるので、はい、秋か冬初冬ぐらいの時はまあ海を諦めて、お仕事も半分で来るとか。でも本気は海なんじゃないですか今のだとあでもそういう気持ちで来れるっていうのはいいことですよね、うん、で僕不思議だったんですけど、この今日大城美穂、あのフレンドリーなお友達なんですけども、あのどういう関係でお知り合いになったんですか。やっぱり業界が狭いので、はい、彼女がギターの伴奏で歌うのが好きなんですね。あの、はい、弦楽器が結構、弦楽器が好きなんです。そういうことですよね、はい、いろんな種類のありますよね。なんかウードとか、はい、ビワとか、ビワ、そうビワビワビワ、うん、はい、あその中で出会ったんですか。そういうことだと思います、はい、あで今じゃあこうやって一緒に組んで回ったことっていうのは何回かあるってことですか。割と最近なんですよね。あ、まあ、最近といっても2、3年。うーん、この年になると 2、3年は最近だわな。私はアンリさんのことはずいぶん前から存じ上げてたんですけど、はい、でも良かったですねこうやってね、はい、本当です、はい、幸せです。でましてやこうやって沖縄も大好きな方なん で、まあ、本当あの定期的にね、またもしあのそのちょっと釣り竿を持ってってもいいんですけどあの、ね、ギターを持ってきていただけるときにたまにまた来ていただいて、あのそれこそそれでまた序章釜とか、あとこれからご案内しますけども、今回もイチャリバ町で沖縄ツアー2017ということで回っていただけるということなんですが、そういうのできればねまた毎年来てほしいなって。釣り竿とギター両方持っていくと恥ずかしいんですよカウンターで。やっぱりそう。両方遊びどんどん見えますいやあそうか、音楽やってって片方はプロなの仕事なのにっていう、ね、これは違いますとも言えませんね。はい、それは言えないですからあそれはそうですね。釣り竿だけ、あ釣り竿だけあそうですか、あそうですか、あのとってもねなんか面白いですね。僕なんか最初ラジオこのまま一言も喋んなかったらどうしようかなと思ってたんですけどあちゃんとこういう沖縄の話だと結構していただけますね。はい、嬉しいです。そんなことは言わないけど喋りますよちゃんと。はい、良かったですね。なんか結構ね静岡県でそういうのギターの教室とかもなんかやられたりとかいろいろ見てて、今でも結構幅広くやられる。もう今はもうそんなに前ほど仕事は取らなくなりました。そうですね、でもやっぱりそのやる方が少ないので、はい、あちこちにこちら逆に貴重なんですよね。はい、結構あちこちではいますけど、はい、嬉しいですね。また今後でも沖縄もぜひ遊びもそうですけど1回ぐらいは本気で来てくださいね。はい、それでじゃあ美穂さん、はい、はい、どうします。今回それで美穂さんがこっち来られて2人で共演ということで、はい、一緒にね、ツアーっていうことなんですけども、ご説明は美穂さんでしていただいても大丈夫ですか。はい、分かりました。なんか今回ですね、4カ所実は何カ所、箇所かなでやるんですが、その中でもう満席御礼、満員御礼があって、はい、それもありますんで、実は、明日からスタートですね、はい、そうです。明日は、これはおろくの上昇釜さんですよね、はい、これも満席って言われました。お前ラジオで絶対言うなよって言われてあのそこのオーナーに言っちゃってます。これはいっぱいということで、はい、一応お蕎麦屋さんのとこなんで、うちの大事なクライアントなんで、はい、ここはここでということです。で24日もなんとこっちの方嘉手納海が見えるお蕎麦屋さん、
蕎麦屋っていうことで、有名なお蕎麦さんですね。あの海のすぐ横のところ、この間食べに行ったんですけど、美味しかったですか？美味しかったです。お、これも満席。あ、おかげさまで。すごいですね。あの私の主人が宜野湾なので、親戚がたくさん。大城っていう名前なんですけど、そうですよね、つながってるんですよね。はい、美穂さんは埼玉県の人なのね。そうなんです、はい、私の両親は北海道ですから、はい、もうあのでも私も沖縄が大好きで、はい、しょっちゅう来てますよ。じゃあずっと沖縄のお城だって言い続けてください。そうですね、はい、そうですね、はい、ただ言葉が分からなくてね、はい、私も分かんないです。なかなか、はい、それで、そうそうそう、あと本気でなんか僕に怒ってる時に沖縄の言葉使われちゃうからわからない。怒ってんだか笑ってんだかわからない。それがちょっと難しいですね。それでこの海が見えるそうそう蕎麦屋さんも満席、うん、そして、その後プライベートっていうか一つやるんですよね。なんかそうですね、はい、これ何日ですか？23日に宜野湾でやらせていただきます、はい、これも内緒？これは内緒ですか？そう、やっぱりちょっと親戚が。ああ、黙ってて親戚が来るんだよ。ああ、そうですか。初めてなんですよ、あの本島で歌わせていただくの。でも全部来てるんですけど、アンリさんついてくるんですよね。もちろんです、今回はアンリさんと2人で。そう、結構忙しいじゃないですか。今回2人で。おお、そうですか。いつもは主人と、あとね、子供たちなんかと、はい、家に帰るんで来てるんですけど、はい、本島では本当本当で本当、うん、やばい、それやばい、親父、本当楽しみにしていて、明日から。そうですね、はい、はい、それで、今度は28日、はいはい、今回ですね、この28日の金曜日の19時からということで、バル・マキシ2丁目で、はい、行われるんですけども、これ、ライブチャージも含めて、はい、5000円で、食べ放題で一品ドリンク、ワンドリンクがついて、ここご飯美味しいですよ。美味しいですね、おしゃれです、おしゃれ、うん、で国際通りからちょこっと横に入ったところなんで、すぐ皆さんでも行けるところなんで、これ時間が何時ですか？19時開演ですね、18時半開場と、はい、いうことですね、はい、アーバンコアビルの1階ということなん でこれお申し込みは全部お店にかける形になってます ね、はい、じゃ番号言ってあげてください。はい、番号が098-943-5223、098-943-5223までよろしくお願いいたします、はい、ぜひちょっとこちらの方、私もそこでじっくり聞かせていただこうと思ってますんで、ミヤマンも連れてきます。私も行きます。ほら、番組だとそのまま流れていきますんで、行きます、よろしくお願いします。はい、あのアンリさんのギターソロもご用意しますので、はい、楽しみにしてますんで、ぜひよろしくお願いします。あそこね、座る数が少ないんですよ。だから皆さん電話は必ずされてから行ってください。特にラジオで聞いたよって言ってくれたら行きた甲斐があるっていうなるんで、皆さん一言加えてください。そして29日、はいはい、これも那覇ですね。これはアニさんが時々、これはギターラウンジという珍しい形の、おお、沖縄のクラシックギターの人たちが集う場所なんです。はい。おお、これが、20時。じゃあこれがみんな集まりますね。知ってる方やなんか、逆に言うと向こうもみんなギターを知ってる方が中心で。いいんですけど、まあ友達と飲むとね、割と演奏は沖縄の人っていうのは一度聞いたのはもういいかみたいな。ああ、そんな感じであるんですね。がたくさんいいものがありますでしょう、はい、ビールとかね、はい、だから最初にすると演奏会ってと、それただってまず聞くって聞かれました。はい、で2番目にもう1回とか、そう、初めての人かどうかっていうね、なかなかそういういろいろ、ああ、やっぱり聞くって、日本じゃない内地とは違う、はい、そうです、あ、そうです、もう今日本と言ったの分かる。本当違いますから、はい、文化が違いますんでね。でもね、こうやってなかなか多分若い人やなんかがクラシックギターに出会う機会っていうのはね、少ないと思いますし、今回それでソプラノのね、美穂さんもいらっしゃるんで、この機会ぜひね、この後ろの、じゃ あのアンダルシアもまだお電話すれば、空いてれば入ることはできるんですか？どうなってるんでしょうね。まず来たばっかりなので、まだちょっと連絡を取っていないので。はい。じゃあ、詳しいことはね、またFacebook どっちか動いてるんですか？毎日入れてるとかあるんですか？あ、そうですか。パソコンでしかできないんで。あ、じゃあパソコンで入れてればホームページに出るので。あ、2人ともガラケーなんです。ああ、わかりました。じゃあ私の方に電話でもしていただければ、その状況やなんかもね、うちの方のホームページから出すようにしますんで、はい、よろしくお願いします。一応090-6866-2242言っていいのかな、白石さんという方担当ですので、松山のアンダルシアというところですね。ここ結構
なんとなくプロっぽい方が多くていいかもしれないですね、ムードがね。そんなになんとかマニアックではないですよ。オープンでとても感じのいいところです、ね。で次の日も休みだから酔っ払う方もいるんじゃないですか、中には。私が一番危ないです。危ないですよ。気が一番緩む時みたいな感じですね。でそれ以外にもなんか今回なんか黒島にも行くんですか。はい、黒島ってまた石垣島から船に乗っていくところよ。そうなんですよ。もう星が綺麗だっていうんですごく楽しみにしてるんですけど、甥っ子が教員をしていて、はい、そこで小中学校の皆さんに聞いていただこうと、はい、でなんか給食もいただけるということなんで、これ面白いですね。で多分村民みんな、はい、農業の方が多いんですよ。あと黒島の牛肉、うん、結構美味しくて有名です。でいろんな水族館というかなんかそういうなんか施設とかもいろいろあって、島狭いですけど結構面白いですから、そういう人たちがみんなでも見たら来るでしょうね多分。なんか島内放送で呼びかけてくださるということなんで、はいはい、ぜひ島民の皆さんも聞きに来てください、はい。体育館でやります、はい。なんか今回全然釣りやる時間ないんじゃないですか。いや大丈夫でしょ。大丈夫です、はい。ではここで一曲、まず、はい、この多分ですね、この世界が何だかわからない方がいらっしゃると思うんで、まず皆さんが結構知ってる曲、わかりやすい曲、一曲なんかお聞きいただいて、はいはい、ジーニーのアベマリアという曲をお送りしたいと思います、はい。普通のアベマリアとちょっと違うんですね。カッチーニアベマリアもいろんなアベマリアがあって、本当いろんな作曲家の方が作ってるんですけど、はい、このカッチーニのアベマリアっていうのは、はい、カッチーニさんが作ったわけじゃないんですけれど、カッチーニのアベマリアって好きなんですよ。この曲アベマリアしか歌詞がないんですね、はい、はい、覚えやすいということです ね、 ね、はい。じゃあまず1曲目、はい、じゃあこちらいい、ね、はい、カメラもそっち側向けてください。そうですか、はい、あ、大丈夫大丈夫、もう今更何言ってるんですか。 YouTube も流れてます。では OK になったら OK ってください。僕喋りやめますから。はい、はい、OK、 OK ですか。はい、早い、ちょっと待って、そうそう準備があると思って僕は。はい、そうね、はい、いいですね。はい、それではお願いします。
ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。あの僕時間の配分間違えてて、あと5分しかないんですけど、はい、次の曲は5分で入ります、ギリギリ。あ、入ります。そうですね。ギリギリ、はい。じゃあ続けていいですか。はい。じゃあ今度の曲は何の曲ですか。アルフォンシーナと海っていう。これは聞いたことあるんですが、なんで有名なんだろうこれ。この詩人の方も大変有名な方で、アルゼンチンでは大変ね、はい、そうですよね、また曲が素晴らしくてね、はい、わ、はい、かりました。では続けてお願いいたします、はい、最後ラストでエンディングの時で、でもこの後自然にこのまま自然にエンディングになる。途中で大丈夫でしょうか。ありがとうございます。ありがとうございました。曲合わせてもらって、あの後の続きはぜひライブで皆様聞いていただきたいと思います。はい、はい、そしてすみません、ご案内が遅れたんですけど、メールが一件来ておりますのでお話しします、はい、オムニーさん、宮間さん、スペシャルゲストの柴田杏里さん、大城美穂さん、こんにちは。こんにちは、はい、東京の沖縄大好き親子です。雑司ヶ谷に住んでる。いつもラジオをこのインターネットラジオで聞いていただいて。そうでしたか。はい、ありがとうございます。はい、オムニーさん、体調回復してよかった、よかった。今日のゲストさん、プロフィール見たらすごすぎる。さすがオムニーさんの力ですかね。いや違います、完全にこの美穂さんの力です。宮間さん、オムニーさんに負けずに頑張ってくださいね。今日も楽しい時間よろしくお願いします。はい、沖縄大好き親子さん、本当にどうもありがとうございます。ありがとうございました。やっぱり結構ね、内地の方、北海道の方も聞いていただいてるんで、またぜひね、あのまたお二人でみたいな感じですね。僕ね、あとね、場所進みますけど、あの独自ビーチ知ってるって言ったから、そうですけど、ああいうところとか、あともう一箇所、久米島の果ての浜で夜やったらすごくイメージが合うような感じですね。ということでエンディングの曲入れてください、ね、はい、やばいやばい、はい、番組締めらんない、はい、今週のゲストはプロギターリストなら誰でも知ってるクラシックギター界の実力者、
柴田杏里さんと円熟のソプラノ大城美穂さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、沖縄観光情報オムリンと宮間の野生さんてな。この番組は株式会社 AS ファクトリー、株式会社 ABC サービスのご協賛していたしました。ありがとうございます。フリーペーパー沖縄ガイドブック屋さんを発行しております株式会社青葉沖縄の提供でお送りいたしました。来週28日バルマキシ2丁目のライブで皆さんもお会いしましょう。はい、ということで、はい、お会いしましょう。 See you next week。 じゃあちょっと手、皆さん手一緒に振っていただけたら嬉しいです。はい、そうです、あのこっちに映っても映りますから、映ってますから、はい、よろしくお願いします。待ってます。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ちょっと喋りすぎちゃってごめんなさい。ちょっと曲が本当はフルで2曲目が、いいんです、すいません、しました、申し訳ないです。こちらこそね、なんか足りないよりいいですよね。はい、ありがとうございます。よかった、嬉しかった。ね。